くらったら急に母ちゃんからびっくりしたよ。せっかくの合コンなんだから、母ちゃんなんて他の男子に失礼でしょ。私が帰るように仕向けたのトモコだよね。わざわざ過去の話を持ってきて私を下げる話をして、自分を開けてたのはトモコじゃない。私は学生時代から知ってる親友として過去の思い出話をしてただけだって。過去の思い出話？私が彼氏に振られた話とか、捨てられた話とか、彼氏ができても他の人に取られちゃう話とか。だって学生時代の大きなイベントというか思い出ってそのくらいだったし、合コンだから恋バナがいいかなーって。全部トモコのせいだったよね。トモコは元彼に私のあることないことを吹き込んだり、元彼を奪うようなことをしたりして、私の学生時代の恋愛の思い出を全部真っ黒にしてくれたんじゃない。真っ黒言えてる。そもそも今日の合コンになって、ミカがトモコは呼んでないって言ってたのになんで来てるの。シーンの私を差し置いて合コンなんてずるいから、私が参加してあげたんじゃない。してあげた？呼んでないって言ってるじゃない。私何度もトモコに恋愛関係邪魔されて、トモコとは親友じゃないと思ってるから。ママ、サクラより私の方が可愛いからってひがまないでよ。ひがんでなんかいないわ。私の方が男子モテたからってひがんで帰っちゃったんでしょ。これ以上あの場にいたくなかっただけ。トモコが私を打診するのがとってもよく分かってたから、これ以上関わりたくないから、もう親友とか言わないで。社会人のところの子さくら冷たくない？それだけのことをしてきたからでしょ。だがちょっと彼氏もらったり、さくらが付き合いそうだった男を奪ったりしただけじゃない。そのことをだけって思える人と仲良くやっていけるとは思えないから、これっきりしたいって言ってるの。さくらが男をつなぎ止めておけないのが悪いんじゃん。トモコは悪くないのに。彼氏と別れたいい感じだった人が他の人に取られたことをトモコのせいにしないでよ。トモコが私から悪意を持って奪ってるんでしょ。それをトモコのせいにしないでなんてよく言えるわね。悪いけど私はそこには戻らないから、このまま帰る。もともとトモコは勝手に参加して人数のバランスも悪かったし、私が抜けてちょうどいいでしょ。確かにって言っても今日のメンツ私が一番可愛いから、私の一人勝ちって感じだけど。そこまで自分に自信を持てるのはもはやすごいとしか言えないわ。今日の合コンでいい人見つかって早く結婚して落ち着くことを願ってるわ。それじゃあね。私まだまだ結婚しないから、若いうちに遊んでおかないとね。それに私と結婚する人はハイスペックじゃないとダメなの。私のメガネこの人なんてそうそういないし。もうしばらく見込んでいるよって。聞いてる？帰ってきて寝ちゃった。おやすみ。さくら久しぶり。トモコの話聞いた？久しぶり。ブロックしてるから何も知らないけど何かあったの？結婚するんですって。結婚？あのトモコが？そうなのよ。ずっと若いうちに遊びたいってフラフラしてたのに、急に結婚するから式に来てねって言われてびっくりした。きっとあの子のことだから、胃の一番にさくらに連絡してまた変なマウント取ってるんじゃないかと思って。知らなかったわ。ほら、何かとさくらに対抗して今までもいろいろあったし、正直トモコの結婚式に参加するかすごく悩んでて。そうなの？行くも行かないもミコの自由だし、ミコに連絡してるってことは他にも学生時代の友達誘ってるってことでしょ。うち同窓会のつもりで参加してもいいと思うわよ。私のことなら気にしないで。さくらは結婚式参加しない？万が一誘われたとしてもマウント取られる未来しか見えないから、嫌な気分になる結婚式には行かないわ。だよね。実はあの子、結婚式のスピーチはさくらにやってもらうってすごく意気込んでて。え？私？なんで？一番の親友だからとか言ってたけど。いや、親友じゃないって最後の LINE でやり取りしてるし、そもそも私行くなんて言ってないし。だよね。多分また何か嫌なこと考えてると思うのよね。昔からさくらのことを貶めるために労力を惜しんでなかったし。
どうしてそこまでさくらにこだわるのか私は全然わかんなかったけど、正直私も全然わからなかったのよね。多分馬が合わないとかそういうことかなって適当に思ってたんだけど、トモコと連絡取らなくなって一個だけ思い出したことがあるの。何？私とトモコって家も近いから小学校から一緒だったんだけど、小学校の時初恋っていうか好きな男の子は被ったのよね。まさかその男子がトモコじゃなくてサクロを選んだとか？選んだっていうか小学生だったし付き合うとかそういう話はならなかったんだけど、小6の修学旅行の班を決めるときにその男子と同じ班になれなかったのよ。トモコ、まさかそんなことで？もうその時には彼の仲良し男子グループの3人と私の仲良し女子グループの3人で6人の班になることが決まってて、トモコは断られたの。それでさくらの彼氏奪ったりしてるの？しかもそれが社会人になってまで続いてたの？正直それくらいしか見当つかないのよね。私はその時何も気にしてなくて、トモコのことも仲のいい友達だと思ってたから、結局修学旅行の時に仲いい子みんなで行動しようみたいな感じでトモコの班とも合流して他班で行動してたんだけど、同じ班になれなかったことは尾を引いていたのね。まあこれが本当に私を目の敵にしてる理由かもわからないけど、多分これじゃないかなと。その男の子も罪作りね。私はトモコの結婚式には呼ばれたとしても行かないし、ミカは私のことを気にせず決めちゃっていいからね。オッケー、じゃあ怖いもの見たさで参加してくるわ。プチ同窓会も楽しみだし、さくらも入れてのプチ同窓会はまた今度居酒屋で飲みたいだけでしょ。正解。いつもメンツ集めてくれてありがとう。ミカが率先してみんなの舵取りしてくれるから助かる。居酒屋でのプチ同窓会楽しみにしてるわね。さくら久しぶり、大親友のともこちゃんです。さくらったら私のラインブロックしてるでしょ。わざわざアカウント作り直して連絡してあげたわよ。ともこ、わざわざ面倒なことまでして私に連絡取るなんて。結婚式の話だとしたら私は参加しないから。なんでわかったの？もしかしてそんなに私の動向気になっちゃってた感じ？違うわよ、ミカから聞いてたの。結婚式は2ヶ月後の第2土曜日、挙式は11時からで披露宴が14時から、場所はここ。めっちゃいいとこでしょ。ここであげるの？リーズナブルってわけではないところだけど。その辺は大丈夫。それより私のウェディングドレス姿見に来てよ。親友でしょ？親友じゃない。っていうか、参加しないって言ったよね。披露宴で友人代表スピーチしてもらうんだから、絶対参加。もう、プログラムにも組み込んでるもんね。私は参加するなんて言ってないのに。自分勝手なのは相変わらずね。来た方がいいと思うわよ。きっとあなたも会いたいと思ってる人が式場にいるんだから。私も会いたい？たかしくんって覚えてる？たかしってどのたかし？小学校の時のたかしくん。それなら覚えてるけど、たかしはどうかしたの？私の結婚相手、彼なんだよね。どう？来たくなったでしょ？たかしが、トモコの結婚相手？そんなバカな。たまたま仕事で打ち合わせに行った大手の商社で奇跡的な再会を果たしたの。ちょっと待ってよ、そんなバカな。驚くの無理ないわ。だって彼は私とあんたの初恋の相手だったんだし。小学生の頃はあんたに取られたけど、最終的には私のものにしたわ。あんたが悔しがる顔見たいんだから、結婚式には必ず来なさいよ。ミコたちも来るんだから。ちょっと待って、何かの勘違いじゃない？信じたくない気持ちはわかるけど、これが現実なのよ。たかしくん、私のものなんだから、せいぜい悔しがってちょうだい。後で結婚式の詳細送ってあげるから。それじゃあ結婚式で会いましょう。待って、ともこ、たかしと結婚って嘘だよね。話を聞いて、ともこ。さくら、今日の結婚式スピーチよろしく。
結婚準備できた？好きだった人が私と結婚する今どんな気持ち？スピーチで泣きながら惨めな女の話聞かせてよ。新婚旅行中だから無理。え？新婚旅行？どういうこと？あんた結婚してたの？最初結婚したわよ。ミカたちも結婚式に来てくれたし、今新婚旅行中。ちょっと待って、そんな話聞いてない。私より先にあんたは結婚なんて。わかった。私が結婚するって聞いて急いで相手探して適当な男と結婚したんでしょ。私にマウント取るために。何言ってんの？わざわざマウント取るためだけにそんなことするわけないでしょ。どっかの誰かと違うんだから。1年くらい前から付き合ってた彼と結婚したの。もともと結婚を前提に付き合ってたし。1年くらい前って、あの合コンらへん？ちょうどその合コンの帰りにばったり懐かしい顔に会ったの。その人の紹介でね。そういうことだからこっちはこっちで幸せにやってるし、そっちはそっちで幸せにやってください。ダメよ。あんたがボロボロ泣きながら悔しそうにスピーチ読むのを楽しみにしてたんだから。相変わらずね。あんたの初恋の相手は私と結婚するのよ。悔しくないわけ？全く悔しくないわ。だってその初恋の彼は今一緒に新婚旅行中だから。え、何言ってるの？だからたかし、初恋の彼は私と先週結婚して今は一緒に新婚旅行中です。いや、ふざけるのやめてよ。彼は私と今日結婚式あげるのよ。ともこは、たかしと結婚するとか言い出したときは驚いたけど、何かの間違いじゃない？っていうか、人違い？人違い？でも、名前だって同姓同名だし、小学校の思い出話だってできたわよ。その思い出話、ちゃんと彼から話してた？あなたが話したことに適当に相槌打ってただけじゃない？それは、いつも確かにそんな感じだったけど、小学生の頃の記憶は曖昧だからって。そもそも彼と大手商社で会ったんだっけ？そうよ。商社のラビーで私が落としたハンカチ拾ってくれたの。その時に、あれ、どこかで会ったことないって言われて、あ、トモコじゃんって私が名乗る前に名前だって言えてたのよ。あんたハンカチに自分の名前刺繍してるじゃない。刺繍してるハンカチの方が女子力高いから男が釣れるって。それじゃあハンカチの名前見たから私の名前が分かったってこと？それにどこかで会ったことないってナンパの常套句よ。商社のロビーでナンパするわけないでしょ。てかのR商社よ。R商社のロビーって誰でも入れるから。高収入の男性や女性狙って商社と無関係の人が入り浸るってもっぱらの噂だけど。嘘でしょ？それじゃあ今日私が結婚するタカシって。トモコに話を合わせてトモコの紐になりたい赤の他人じゃないかしら。そんなバカな。そもそもR商社にタカシが行く用事なんかないわよ。彼警察官だし、スーツ着てお仕事する人じゃないわ。警察官？そういうことだから、トモコと結婚するのはタカシとは別人です。せっかくあんたの初恋の人と結婚してあんたの悔しそうな顔が見れると思ってたのに、あんたの惨めな顔見て笑ってやろうって思ってたのに。惨めなのはあなたの方ね。騙されてるんだから。そんな。それじゃあ新婚旅行中だから通知切るわね。結婚式楽しんで、お互いに幸せになりましょうね。さくら助けて。私がトモコを助けられることなんてないわよ。お願いだから助けて。実は彼がいなくなったの。誰って誰のこと？タカシよ。偽物タカシね。全部嘘だったのよ。働いてもいなかったし、何もかも嘘だったの。結婚式の費用半分持つって話も嘘だった。どういうこと？結婚式の費用支払う期限が今日までだったんだけど消えたの。タカシが私の貯金とご祝儀全部持って。それは大変ね。今日中に支払いしなきゃいけないのに、友達に片っ端から連絡してるのに誰とも繋げられないし、頼れるのはさくらしかいないのよ。お願い助けて。それは無理かな。無理？なんで？だって私引っ越しの準
備で大変だし、トモコに手を差し伸べるほどトモコのこと友達と思えないしね。え、行くせてどこに？オラと一緒に暮らす新居、実は一軒を建てたのよ。扱いの人と結婚してマイホームまで、なんであんたがそんなに幸せになって私はこんな目に遭わなきゃいけないのよ。それで他の友達とも連絡つかないの？ミカとも連絡つかないし、っていうかミカったら結婚式来なかったのよ。急に結婚式一週間前に欠席するって。それはきっと祝うつもりがなくなったんでしょうね。なんでよ、友達でしょ。うち同窓会を居酒屋で開いたのよ。ミカがメンバーを集めてくれて。私呼ばれてないんだけど。私の結婚を祝いするプチ同窓会だったし、私が結婚のことはトモコに黙っててほしいってお願いしてたからかな。まさか私がいないとこで私の悪口言いまくったの？悪口は言ってないわよ。トモコとのやりとりとか今までのことを嘘偽りなく酒の魚として話しただけ。悪口じゃない。今まで自分が私にしてきたことが他の人に話されたら悪口になるってことを分かってたのね、ちゃんと。まさか、それで友達辞めたってこと？もともとみんな私にいちいちマウント取るトモコのことは見てきたわけだし、結婚までも勝って、しかもわざわざ結婚式でスピーチさせて悔しがる私の顔を見たいなんて、みんなもドン引きしてたわよ。年に数回連絡取り合うくらいならいいかと思って、連絡先残してた子たちも完全に縁を切るってその場で結婚式欠席の連絡をしてたっけ。おかげさまで期待してたご祝儀がさほど集まらなかったわよ。彼の招待客も少なかったし。当日のドタキャンじゃないんだからマシでしょ。どうしよう、さくら私のことブロックしてないってことはまだ親友ってことだよね。お金貸して結婚式の費用。ブロックしてなかったのはただ忘れてただけ。思い出させてくれた、ありがとう。これからブロックしておくわ。ちょっと待って、ブロックしないで、私のこと見捨てないで。さくら私と小学校から一緒の親友じゃない。お願いだから助けて。今まで散々私の不幸を願ってきたんだから、自分が不幸になったくらいで嘆かないの。それじゃさようなら、元親友。私は LINE を送ってすぐにブロックしました。アカウントを変えて何度も連絡してこようとしてましたが、全て無視。結局彼女は借金をして何とか式の費用を支払ったとか、警察に結婚詐欺の被害届を出したそうですが、今どこまで捜査が進んでいるか私は知りません。風の噂によると、トモコは別人のようにおとなしくなり、今では本業以外にも副業を始めて何とか生活してるそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。